はい、元バイク屋のフォアグラさん、略してバイアグラさんです。こんにちは。さて、今回は中古バイクを購入する際の注意点、お得に買う方法をお伝えします。正直この動画でお伝えすることはあまり他の YouTube 動画で触れられていない内容ですが、今はもうバイク屋を退職し、販売店やメーカーと全く利害関係のない自分ですから、何でも言える立場にあります。この動画を見るかどうかで、あなたのバイクの買い方は大きく変わってきます。そして人によっては、同じバイクであったとしても10万、20万という金額を浮かせられる可能性があります。バイクの購入を検討している方には絶対後悔させない内容となってますんで、ぜひ最後までご覧ください。今回の内容はこんな感じ。同程度車両の価格差の謎、人生破滅レベルの鬼畜ローン、現金派の方はスキップ OK です。購入後にかかるヤバい費用、それでは早速解説をしていきましょう。あなたが中古のバイクを探すとき、何から始めますか？そう、ネットや雑誌でグーバイクを見るところからって方が多いと思います。それでお目当ての車種の相場を確認し、良さそうな個体を探すことでしょう。その時何を考えますか？そう、そんなことはね、誰もが同じ。安くていいものはないかなってことですよね。夢を壊すようで申し訳ありませんが、よほどの長期在庫車でもない限り、そのようなものは滅多にありません。え、そうなの？でもこのお店とこのお店、ほとんど条件が同じ忍者250だけど、45万円と35万円、10万円も安いよ。そんな声が聞こえてきそうです。よく見てください。それ、車両本体価格じゃないですか？そうなんです。車両本体価格と諸費用を加算した乗り出し価格は別物です。まあこれ皆さんもご存知ですよね。車両本体価格を安く表示して店に呼び込み、契約時には高めに設定した諸費用を加算する。そんなちょっと悪どい店っていうのは少なくありません。実は大手のチェーン店同士であっても、ある店とある店では車種によっては諸費用だけで10万円程度の差が生じます。ですので、車両本体価格には惑わされないようにしてください。でも、またこんな声が聞こえてきそうですね。いやいや、何言ってんだよ。今時ネットでも総額表示されてるよ。確かに車両本体の10万円ほどの差はないけど、総額表示でも5万円くらいの差があるよ。うんうん、確かに5万円くらいの差額であれば、お店ごとの価格設定の差で割安感のある答えは見つかるかもしれません。でもまだ待って。店によっては総額表示を逆手にとって、納車整備もしない現状渡し、保証なしっていう乗り出し価格だったりします。そんな店は論外です。では、車両本体価格に加算される諸費用ってどんなものがありますか？登録手数料、納車整備手数料ですよね。そう、その納車整備。納車整備の基準っていうのは店によってかなり大きな差があります。自分が勤めていた2つのバイク屋さんの違いをお伝えしましょう。ちなみにどちらも決して安売りをするような店ではなく、きっちりと保証付き販売をしているまともなお店です。まずは1つ目のお店。この店の基準は一言で言うと、車検が通る状態にすることでした。例えばちゃんとエンジンがかかるとか、ブレーキはちゃんと効く、タイヤも問題ない、こんな感じですね。それに加えて、とりあえずオイルと冷却水は交換しておく。おそらくバイク屋さんの多くはこの基準だと思います。二つ目に勤めたお店の場合は、そのもう一歩先。車検が通るではなく、安心して乗れるっていうところまで整備してました。エンジンがかかるのは当たり前。でもちょっと気になるところでもあれば、バキュームゲージを使って同調を取ったり、プラグもすべて点検。距離を走っているようであれば、清掃ではなくガンガン交換してました。また、バッテリーについても積極的に交換。アナライザーを使っても正確なバッテリーの寿命というのは測れませんから、高燃式車でもない限り、大体交換してました。問題がない場合であっても、お客さんの希望があれば、ほぼ仕入れ値のような価格で交換。それはバッテリーに限らず、各種消耗品も納車時であれば、ほぼ仕入れ値で交換。交換した古いパーツは勝手に処分せず、交換したことを確認してもらうため、納車時にお客さんに確認してもらったりもしていました。まあ、そんな手厚い納車整備を行っていたんですね。逆に納車整備とは名ばかりで、何にもしないような店もありました。もう倒産して夜逃げしたようなんで、実名を挙げますけれども、千葉県にあった東京ニーズセンターという安売りのバイク屋さん。実はフォアグラさんの兄、アニグラさんが初めてのバイクをここで買ってしまったんです。250cc の SRV が当時9万8000円でした。まあ、低価格の車両で不安を感じたため、通常の納車整備に確か3万円ほど追加して、バッテリーの新品交換などが付帯した手厚い納車整備のオプションを申し込んだそうです。本人はバイクにあまり詳しくなかったんで気にせずに乗っていたんですが、フォアグラさんに実家に帰省してみると、もうびっくりドンキホーテ。アイドリングが異常に高く、アイドルスクリューを調整しても解決しない。
せっかくの帰省でしたが不安を感じたため、その場で工具とキャブコンを調達してキャブレターをオーバーホール。さらにキャブを外す際に気がついたんですが、バッテリーなんてもどう見ても1ヶ月前に交換されたものではない、数年前のものがついていました。どう考えてもまともな店ではありません。用品店でエアクリーナーも調達。もう何も信じられなかったんで、まだ1000キロも走っていなかったんですが、オイルとブレーキフルードも交換。っていうかブレーキフルードも交換されていない様子でした。キャブのオーバーホールを終えた SRV は本来のアイドリングに戻り、アニグラさんもびっくり。最初はバイク屋で整備を受けたと信じていたんで、自分のような新米バイク屋もどきのような弟が大掛かりな整備をすることに不安を感じていたようで、やらなくていいとか触らないでくれくらいの反応でした。しかしこんな乗り味だったのかと、全く別物のバイクに生まれ変わり喜ばれたことを覚えています。残念ながらこのようなお店であっても納車整備手数料はきっちり取っています。しかも追加整備のオプション料金まで。経験のある方だったら異常にもすぐ気づけますし、明らかに古いバッテリーなんて交換したかどうかぐらいもう見ればわかります。ただ初めてのバイク、全く自分で触らないような人であれば意外と気づけないものです。クレームを言ってもつなぎを着たベテラン風の整備士からそんなもんですよって言われたら、そうかとも思ってしまうんでしょう。ですのでこの納車整備手数料っていうのは、金額も内容も本当に店によってピンキリです。高ければきちんとやってくれている、安いから適当にやっているっていうわけでもありません。具体的にどのような作業を行うのか、仕入れの時からどのパーツを交換したのか、またする予定なのかを確認しておくといいかもしれませんね。車両本体価格と合わせて諸費用も必ず確認しておきましょう。では次、人生破滅レベルの鬼畜ローンについて解説をしていきます。はい、ではバイク屋の鬼畜ローンについて解説をします。自分は絶対にローンでバイクを買うことはないっていう方はこの章をスキップしてください。ではまず最初に言ってきます。絶対にバイク屋でローンは組まないこと。もし組むんであれば正規ディーラーの低金利キャンペーンなどの時だけにしてください。また常時金利 0% などと謳っているバイク屋は疑ってみてください。ローン契約を取ることで審判会社から報酬を得ており、バイク屋にとってその収益は重要な収入源です。ですのでその金利が極端に安いということは、何かしら他の部分、例えばさっきお伝えした諸費用などを高額に設定していたり、車両本体価格をそもそも高めに設定していたりするはずです。決してローンを組んでバイクを買うなって言ってるんじゃありません。理由なき不自然な低金利ローンや自社ローンは疑え、そして高すぎる金利のローンは組むなと言ってるんです。この動画の制作時点で某大手バイク販売チェーンの金利はなんと 9.8% です。銀行に預けても利息がつかないこのご時世、年利 9.8% ですよ。はっきり言って暴利です。そのようなお店で 9.8% って高くないですかって聞いてみてください。そんなもんですよとか、バイクは単価が安いんで 9.8% でも大したことないですよとはぐらかそうとしてくるはずです。商売である以上ローン契約を取りたいと考えるのは仕方ありませんが、この超高金利のローンで苦しみブラックリストに入って人生転落してしまう、愛車も金融事故車として回収されてしまうっていう現実があることを忘れてはいけません。借入金額や銀行によっても違ってきますが、銀行ローンであれば 1% 台のローンだってあります。どのくらいの差があるのかっていうとこんな感じ。車検2回分として4年48回払いで80万円借り入れの場合、バイク屋ローンと銀行ローンを比較するとこれだけの差があるんです。どうですか、その差なんと14万円ですよ。でも実は銀行ローンについてもデメリットが3つあります。それは手間がかかる、審査が厳しい、銀行同士の比較ができないっていうことです。まず手間ですが、見積書をバイク屋に出してもらって銀行に持っていく必要があります。そこで借入金額の相談や審査に出して後日結果が伝えられるっていう形になりますんで、一手間かかるのと結果が出るまでに数日かかるっていうことです。審査結果が出ないとバイク屋さんは登録や納車整備に入れませんから、それだけバイクが手元に来るのが遅くなります。次に審判会社に比べると審査が厳しいっていうこと、まあ、低金利で貸してくれるっていうことは、簡単に言えば銀行は利益が少ないということです。そのためあまりリスクの高い相手には貸すことができず、審判会社に比べると審査が厳しい傾向にあります。後からバイク屋さんに審査が通りませんでしたっていうのもちょっと恥ずかしいですよね。最後に銀行同士の比較ができないっていうこと。多くの銀行でマイカーローンを扱っていますが、金利は銀行ごとに設定が異なります。また借入金額や期間、申込者の条件によっても変わってくるでしょう。
ですので、いくつもの銀行に審査の申し込みをして金利を比較するっていうのは現実的ではありません。実はこれらの問題を解決することができる低金利のローンがあります。以前案件動画で紹介したクラウドローンというサービスなんですが、どう考えてもおすすめなんで、今回は制作費を受け取ってません。案件動画ではありませんが紹介します。ただアフィリエイトリンクは貼らせてもらってますんで、その点はきちんとお伝えしておきます。このサービスは一言で言うと金利の一括見積もりなんですね。スマホから使用目的や借り入れ希望額、年収など審査に必要な情報を入力します。するとその情報を見た銀行から、うちだったら何パーセントで貸しますよっていう話が届くんです。その届いた中から一番金利が低いものを選べば OK なので、銀行に行く手間もなく銀行間での金利比較ができるんです。審査に自信のない方も、最悪どこからも話が来ないっていうだけなんで、恥ずかしい思いをすることはありません。今はこんなに簡単で便利に低金利ローンを組むことができるんで、店頭の高金利ローンを使うことは絶対にやめてください。ちなみにこのサービスは、すでに借り入れてしまった高金利ローンを低金利に借り換えることもできますし、用途は車やバイクだけではありません。急に必要になった住宅の修繕や医療費、生活費など様々な使用目的を選んで申し込めるんで、知っておいて損はないはずです。リンクはこの動画の概要欄に貼っておきますんで、何かしらの借り入れを検討していたって方、ぜひチェックしてみてください。はい、では最後の章、購入方法や購入する店によっては買った後にかかる意外と大きなお金について解説をしていきます。はい、では最後の章、購入後にかかる大きなお金なんですが、軽減させる買い方についてもお伝えしておきます。当然バイクっていう乗り物は維持していく上でもお金がかかります。税金などは同じバイクであればどのお店で買っても同じ金額なんですが、実は買ってから大きな差がつくものがあるんです。代表的なものがまずエンジンオイル。例えば CB400 スーパーフォアなどのごくごく一般的な4気筒400。この手のエンジンはだいたい 3.5 リッター程度のオイルを必要とします。つまりオイル交換のたびに4リッター缶が一つ必要になるってことですね。オイルの銘柄によって価格は大きく変わってきますが、純正オイルの安いものであればだいたい5000円くらいのはず。自分で作業すれば工賃はかかりませんけれども、オイルの処理箱を一つ使うとして、まあ1回のオイル交換で5500円くらいかかるっていったイメージでしょうか。まあ半年ごとだとしても年に1回、人によっては年5回、6回と交換しますから、結構バカになりませんよね。その点大手チェーンのレッドバロンやバイク館であれば、このオイル代というのがほぼかかりません。レッドバロンの場合、バイク購入時であれば30リッターで12000円、バイク館であれば 126cc 以上のバイクを購入すると40リッター無料です。交換時に工賃こそかかりますが、大概の車種はまあ1000円前後です。このようなサービスを行っている店で購入すると、購入後の経済的な負担をぐっと軽減できますよね。最初の章でもお伝えしましたが、登録手数料が2万円高いとか3万円高いとか、その程度はもうすぐにペイできてしまうんです。なんならこの2社は諸経費も良心的だったりします。オイルがただ同然だからといって諸経費が高いというわけでもないんです。またオイル以外にも断るごとにかかるのが工賃です。バイクを倒してしまったとか、調子が悪いとか、お店で修理してもらう機会が出てくると思います。バイクっていうのは車に比べて圧倒的にトラブルが起こりやすいですからね。だって何もかもエンジンさえもむき出しなんですから。車で言えば雨の日もボンネットを常時開けて置いているようなものです。排気量も小さく、エンジンの常用回転域も高いため、同じ走行距離でも傷みやすいわけです。しかも中古だったらなおさらです。ですのでこの工賃を安く設定している店であれば、買ってからの修理費用が安く済みます。この工賃というのは基本的に1時間あたりいくらって設定されてます。この時間工賃をレバーレートと言います。実はバイクのパーツっていうのは、それぞれ工数というものが設定されています。ミラーの脱着でさえも指定されていたりするんですよ。ほら、純正パーツのカタログなんかを見てみると書いてあります。これはヤマハの MT25 のレバーですね。これ取り付け工数が 0.1 時間って書いてますんで、例えば時間工賃が1万円の店であれば1000円ってことです。1万5000円の店だったらこれが1500円、2万円の店だったら2000円になるわけです。余談ですが、取り付けが1分で終わっても30分かかっても、この指定された工賃しか請求しないというのが一般的です。ですので作業が早い整備士は稼げる優秀な社員ってわけですね。まあ要するに、このレバーレートが安く設定されている店で購入すれば、その後の維持費に大きな差が出てくるっていうわけです。目安としては、国産車の場合1万円を切っていたら安い、
1万5000円ともなると結構高いかなっていった印象ですね。外車の場合は3割増しとか5割増しっていうのが一般的です。外車の正規ディーラーなんかだと2万円近く取るところもあります。購入時にこのレバレートまで調べる人っていうのはあまりいないのが現状ですが、知っておいた方がいい情報の一つです。とはいえ、必ずしもこのレバレートで全ての工賃が計算されるわけでもありません。キャブレターのオーバーホールだったらいくらとか、作業の難易度やリスクによって設定を変えていたり、なんならそもそも設定しておらず、どんぶり勘定で都度請求しているような店もあります。どんぶり勘定は安かったり高かったりもするんで、いいとも悪いとも言えませんが、やはり購入する店ではこのレバレートの確認くらいはしておくべきでしょう。というわけで今回は中古バイクの購入時の注意点について解説をしていましたが、いかがでしたか？今回はお金の話が中心でしたが、走行距離についての考え方や足つき性の話、お買い得者の話なんかも過去動画で解説をしています。すでに300本の動画をアップしてますんで、フォアグラさん、スペース、走行距離のように検索していただければ大概出てくると思います。もし知りたい情報の動画がないっていうことがあればコメント欄で教えてください。需要がありそうなテーマであれば検討したいと思います。また途中で紹介したローンの一括見積もりサービスはこの動画の概要欄にリンクを貼っておきますんで、ぜひ活用して低い金利で購入するようにしてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。